はい、おはようございます。榎本隆之です。今日のテーマは、お子様をファンにしようというテーマです。ですね、月屋ではね、小学生以下のお客様には駄菓子を1個プレゼントっていうことをやっているんですけども、まあ他には例えば、半玉を1個お子様にプレゼントしたりするで、お母さんと取り分けるときなんかにね、お子様の器を持っていくときに一緒に半玉を入れて持ってってあげるとか、そんなことすると、お客様お子様ですね、お子様に喜んでいただいて、子供が来たい、あそこ行きたいっていうふうに言ってもらえると、当然親は、お店選びの、選択の一つになりますので、ぜひ、お子様の心をつかむサービスをしてみてください。今日は以上です。